ントの広瀬舞と申します。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。まず最初はサーファーオブザイヤーです。サーファーオブザイヤー女性部門は河合みのり選手です。おめでとうございます。サーファーオブザイヤー男性の五十嵐カノア選手です。こんにちは、五十嵐カノアです。サーファーザイヤーに選んでくれてありがとうございます。今回はオーストラリアのチャンピオンシップツアーで行かなくてごめんなさい。トップ10に入ってチャンピオンシップツアーのイベントを一つ勝ちたいので、その今年の目標です。続いてはスペシャルアワードです。スペシャルアワードを受賞しました日清食品ホールディングス執行役員宣伝部長の鈴木仁さんです。おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。お受けください。おめでとうございます。まずはこのような賞をいただき誠にありがとうございます。私も広告賞の方では賞をいただくことはあるんですけども、このようにトップアスリートの方を表彰する賞をいただくことはなかなかない。本当に嬉しく思っております。どうもありがとうございました。ありがとうございます。スノーボードオブザイヤーです。スノーボードオブザイヤー女性部門は鬼塚みやみ選手です。この度はスノーボードオブザイヤーに選んでいただきありがとうございます。3度目の受賞ということで非常に嬉しく思ってます。スノーボーダーオブザイヤー男性部門、国王和弘選手です。国王和弘です。自分を取り上げてもらって、そういうところに目を向けてもらって、いろんなスノーボードがあったりっていうのを見てもらえます。すごい嬉しいですね。これからも応援よろしくお願いします。続いて2つ目のスペシャルアワードです。鶴野武さんです。おめでとうございます。お受け取りください。おめでとうございます。はい、皆さんどうもこんにちは、鶴野武と申します。本当にありがとうございます。こんな素敵な賞いただきまして、本当に趣味が高じたというか、まさかね、こんな素敵な賞を、自分の好きなサーフィンをやってていただけると思ってなかったので、本当にありがたく、思っております。はい、ありがとうございます。本当にやったことない方はぜひね、もう一言でなんかこうサーフィンの魅力って言われても困るんですよね。とにかく入ってくれっていうしかないので、ぜひですね、本当にもうサーフィンの魅力を体感していただきたいと思いますし、もし海で声かけてください。お会いした時にはぜひよろしくお願いします。最後はスケーターオブザイヤーです。スケーターオブザイヤー女性部門は西村葵選手です。おめでとうございます。2016年は自分では納得できる内容じゃなくて、はい、で、すごい本当に受賞していいか不安なんですけど、次はもっと胸を張って受賞できるように努力したいと思います。はい、今までいろんな人に注目されて滑るってことがなかったので、すごい新しい形で滑る。スケーターオブザイヤー男性部門、堀米雄斗選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。一昨年も前取らせてもらって、でまた今年も取れて本当に嬉しいです。去年本当に頑張ろうと思っていたので、で4位取れたのは本当に超嬉しいですね。はい、こちらに登場していただきました、そしてアワードを受賞した選手の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。